どうもハピグルメ案内の順です。今僕は山形県山形市に来ています。そして今回お邪魔するのは炭火焼肉ミートミートさんです。今回はですね、こちらのお店で、焼肉ランチをしたいと思います。今11時過ぎなんですけど、開店が11時半なのでもう開店なんで、早速行ってみたいと思います。そしてハピグルメでは山形グルメをどんどん紹介していきますので、チャンネル登録してお待ちいただけると嬉しいです。早速行ってみましょう。さあ、行くぞ。さあ、行くぞ。
下に無理が敷いてる。うまいね、絶妙な焼き加減、タレも美味しい。キムチ辛っ。食べてまいりました、オープニングのね見晴らしの丘にちょっと戻ってきました。帰りにねサービスでコーヒーいただきました、こんなサービスもやってるんですね。で、11時半開店でそのちょっと前に行ったんですけど、もう並んでてですね、平日の昼間なのにさすが人気店だなと。で、並んだんですけど、運よく座れてですね、ステーキ丼をいただいたわけなんですけど、お肉自体が美味しくてですね、なんだろうね、あれね、熟成肉かなんかなのかな、わかんない、とりあえず、すごく美味しくて、ちょっとお値段はお高めだったんですけど、大満足で帰れそうです。美味しそうと思ってもらえたら幸いです。今回も、ごちそうさまでした。はい。